体の鼓動チャンネル。こんにちは、お元気ですか？管理栄養士の丸尾です。今回は血糖値を上げない食べ方というのをご紹介したいと思います。まあ、血糖値って決してこう上げてはいけないわけではないんです。ちょっと前にですね、ツイッターでコメントいただきまして、血糖値が上がるのが怖いですみたいなちょっとこうコメントをねいただいたんですけど、決して血糖値ってこう上げてはいけないわけではなくて、まあ、そもそも血糖値を上げる血糖値が上がらないと、もうそれってそもそももう生きてないのと同じような状態になってしまうので、血糖値が上がること自体は悪くはないんですよ。ただ何が問題かというと、急激に上がることで、この短期間で急激にグッと血糖値が上昇してしまう、これが実は体にダメージを与えてしまう良くないことになるんです。なので血糖値自体は上がっていいものなんですけれども、その急激に上げないようにする、まあ、逆に言うとなるべく血糖値を緩やかに上げていくってことが重要になってくるんです。逆にですね、その急激に、ね、血糖値が上がってしまうと、じゃあどういったことになってしまうかっていうのを最初にお話をしたいんですけれども、まず血糖値が急激に上がると太りやすくなります。これはですね、血糖値が上がりますとインスリンというホルモンが、まあ、膵臓から分泌されまして、でこのインスリンによって血糖値が下がっていくんですけど、このインスリンというのはね、糖分をその脂肪に変えるような働きっていうのもありますので、あんまり急激にですね血糖値が上がるとインスリンが大量に出てきて、でその糖質がこう取り込まれてですね、大量に脂肪に変わってしまうということになってしまう、まあ、肥満につながってしまうっていうのがまずあります。あとはですね、イライラしたりだとか眠気を催すなんてことにもつながってしまいます。まあ、この血糖値が急激に上がることによって、ホルモンのね、状態がこう、バランスが悪くなりまして、これによってこう、イライラが引き起こされたりですとか、あとはこう、眠気。まあ、例えば昼間とかもそうですよね。ランチでこう、食事をして、それが血糖値急激に上げてしまうと、午後に、休憩明けにですね、なった時に、すごくこう、眠気を感じてしまうなんて方も多いかと思います。あと、美容にとっても良くないですね。これは前回の動画で、こちらに出しますけども、お話ししました。AGE、週末糖化産物というものですね。体の中のタンパク質とその糖質がくっついてしまって、そしてこれが老化や病気の原因になっていると。まあ、つまりこう、ね、肌、美肌だとか、まあ、体の内側のその老化ですね。これもこう、進めてしまうといったことがあります。まあ、老化の促進です。で、他にも、まあ、生活習慣病の原因にもなってしまう。血管に対してもダメージを与えてしまって、動脈硬化にもつながってしまうということで、やはり、この血糖値急激に上がってしまうと、まあ、体にとっても、美容にとっても良くない。健康も美容も害してしまうってことになってしまいます。では、ここからですね、具体的にそれを防ぐための方法をお話ししていきたいと思います。3つ、今日はご紹介したいと思います。まず、1つ目なんですが、精製糖質を避けるということです。こちら、精製糖質に関しても前回動画でお伝えしましたので、こちらにリンクをですね出したいと思います。詳しくはそちらを見ていただければと思うんですけれども、まあ、精製した糖質、わかりやすいものが砂糖です。砂糖ですね、そのサトウキビだとかそういったものからこう抽出して精製して作った、まあ、甘みの塊、この砂糖なんですけれども、こういったものはやはり血糖値を上げやすいものになります。あとはそういった甘味料だけではなくて、まあ、同じ、糖質、他の糖質でも、例えばご飯ですね、ご飯も白米、こういった精製したものよりかはやはり未精製の、まあ、玄米だとかぶずき米の方が血糖値の上昇緩やかになります。他の穀類でも同じで、小麦でも同じです。精製した白い小麦で作ったパンよりも、全粒粉、少しね、こう茶色いような色をしていますけども、全粒粉という、未精製の小麦で作ったパン、こちらの方が血糖値を上げづらいです。まあ、最近はパンだけではなくてパスタなんかもですね、この全粒粉のパスタなんかも売られていますので、まあ、まずはその甘いものをなるべくこう食べ過ぎないようにするというところと、食事のところでもなるべくこういった、まあ、未精製のものに、主食ですね、お米だとかパンだとかを変えていただくっていうのが一つ方法としてあります。そして二つ目なんですけれども、二つ目は食べる順番を考えるという方法です。
よくベジファーストなんて聞かれたことありますでしょうか。まあ、ベジタブルファースト、つまり野菜から食べましょうということなんですけども、まあ、野菜から食べてあげると、その野菜の中の繊維質ですね、これがこう、まあ、カバーのような役割をしてくれまして、後から糖質を取った時にも、その糖質の吸収を緩やかにして、それが引いては血糖値の上昇も緩やかにしてくれるといった効果があります。ただこれね、名前はベジファーストなんてついてますけども、別に野菜だけではなくて、他にも海藻だとかキノコだとか、こういったまあ食物繊維を含んだものを摂るということも重要ですので、野菜だけではなくてですね、そういったものから食べると、まあ、例えば僕なんかですね、定食をいただくときはですね、やっぱりいきなりご飯から糖質から取らずに、まずは味噌汁なりの汁物で温かいものを取って、こう胃腸を少し温めてあげる、まあ、消化に、こう備えるためにですね、温かいものからまず取っていく。それからまあ煮物だとか、あえ物だとか、あるいはサラダなんかですね、そういったまあ野菜だとか海藻、キノコが入っているものを少しいただいて、でそれからまあご飯に手をつけるといった形です。まあ、ただね、これはその味噌汁を全部じゃ飲み干して、野菜のおかずを全部食べてからご飯っていうわけではなくてですね、まあ、最初、そのお箸をつける順番ですね。まずまあ、そうですね、3分の2か半分ぐらい味噌汁いただいて、それからじゃ野菜のおかずを、まあ、それも3分の2から半分ぐらい食べて、それでこう準備を整えてから、ウォーミングアップをしてからですね、ご飯に箸をつけると、まあ、こういった順番で食べるということを僕自身も心がけています。そして最後3つ目、これも食べ方に関することなんですが、食べる速さです。食べる速さをなるべくゆっくりにするという方法なんですね。これはですね、同じ例えば糖質量を取ったとしても、そのどれぐらいの速さで、体の中に取り入れたか、つまり食べたかによって血糖値の上昇具合が変わってきます。まあ、一言で言うと、早食いというのは血糖値を急激に上げてしまうことにつながりやすくなります。だからね、早食いすると太るよなんていうのは、この血糖値が急激に上がってしまう、それによって余分にね、こう脂肪を溜め込んでしまうなんてことも、関係しているというふうに思います。ですので、まあ、毎回はね、なかなか難しいかもしれないんですけども、なるべくこう、ゆっくり、食べると。で、ゆっくり食べるためには、よく噛むことが、すごくこう関係してますので、まあ、よく噛んであげると、ゆっくり食べることができると。で、どうしてもね、こう早食いになりがちだとか、仕事の時はまあ仕方ないかもしれないんですけども、プライベートの時ももう癖でね、早食いになっちゃう、なんていう方は、例えば食材で、よく噛むような食材を使ってあげる。まあ、繊維質なもの、例えば、ごぼうだとか、まあ、こんにゃくだとか、あと少し歯ごたえのあるような、まあ、イカだとかタコですね。もし、まあ、こういったものを取り入れてあげると、それだけでも、こう、よく噛むことにつながって、食事のスピードがゆっくりになる、なんてことができます。ということでですね、今回は血糖値の上昇をなるべく緩やかにする方法ということでお話をさせていただきました。まあ、選ぶ食材だとか食べるものをちゃんとしっかり選ぶというところと、あとは食べ方ですね、食べる順番だったり食べる速さを気をつけると、こういった本当に日常的にできる細かいことでも血糖値の上昇具合全然抑えることができますので、ぜひですね、次の食事から取り入れていただけたらというふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。楽しんでいただけた方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ごきげんよう。